実は、もう真犯人だと言うなら、私はこう言ったんです、本当に、早く上部させてくださいと、私も納得できるのなら、彼をね、やっぱり罪を認めた方がいいんじゃないかというアドバイスもね、しますよと、それで、前の時にはね、警察はですね、本人が否認、あるいは目標したとしても、確実な証拠があると、ずっと言い続けてるわけですよ、裁判に耐える。 でも検察ははそうう言わわなななかかったけんてい検察官がね極めて冷静でそうなんです担当検察官が検察官が思う存分ね聞いてもらってしかも私が手の内全部さらしてるわけですから片山さんは目秘ができるような人じゃないのでまあどうぞ調べてくださいって言ってるんですけど実は非常に重要な問題でですねトリッキーなその尋問がなされたっていうことが分かりましてそれで。 それは絶対にその可視化というか録画が必要なんだということで求めたんです、はい、警察にも検察にも言ってるのに、うん、ずっとやらないんですよ<ー>捜査側もね、はい、決定的な証拠を手にしてるのかしてないかがバレちゃうとですからこれは一種勝負なんだと市下バチカンだけどそれをやるつもりがありますかと言っただったらやりますって言うんですか、ね、彼はあ